三四郎です『オールナイトニッポン』やってます業界のメインストリームど真ん中報復絶踏の2時間にリスナー全員栗ツ天魚の板踊ろぜひ聴いてください楽しいです放送は毎週金曜深夜1時からいやー面白い三四郎のオールナイト日本えっとねこの間、うん、あてか昨日な昨日あのロケやってきたよね <laughs> 昨日。うんうん、昨日ロケやってきてき、うん 見て、聞いてる大丈夫か。なんかもう、こっからフリートークだぞ。僕の。一位に早くなんないと、みんな携帯見ちゃうから。腕の見せ所だから。待ってくれよ。え聞いてくれ。ここを聞きに来てほしいよな。そうだよ、頼むよ。ということでね、ついに来たんだよね、この仕事が。まあ、あるとは思っていたけれども、いつになるかどうかわからなかった。まあ、でも、いつか来る。 だろうなとは思っていた。あのスカイダイビング。スカイダイビングのロケ行ってきたんだよね。そのバンジージャンプとかは。スキューバとかあったり。バンジージャンプもあるんだよね。鳥人間もあったり。鳥人間。鳥人間が一番怖かったのかもしれないけど。一番トリッキーな仕事だけど。ね鳥人間。がそうそうそう。スカイダイビング。なんだかわかん。そうそう。スカイダイビングはないじゃん。そうそうそう。あの。 そう鳥人間なんだか分かんない機体にね乗ってさ飛ぶっていう <laughs> 1 0ル <m> <laughs> 上下運動してレバ,ーをレバーを上下に動かして <laughs> 羽,羽を羽ばたかせるって今思ったら何だったの、うん、あれスケボー型の、ね、めちゃくちゃ怖いじゃ、うん、うん、スケボー型のやつ、うん、機体から体が出てるんだから<う>上半身がそう,そう出てたんだから <laughs> 今思えば怖えよ、うん、それバンジージャンプもまああるっちゃある 七回ぐらいある。しかも。あるなあ。百メートルが二回。六十メートルが四回で40、四十メートル一回。六十メートルに関しては後ろからも行ったことある。<laughs> <laughs> そうそうそう。うん。うん。あ、やっぱ百メートルのやつとかね。あの飛んだけれどでも、静止画の時もあった。うん 飛んだのに。フリーズして、水曜日のダウンタウンだけどね、水曜日のダウンタウンで行ったら、60メートルのとなんか鉄棒を握りしめて、地面が、握りしめた状態から、地面がもうスライドしてなくなるっていう、バンジーでね、60メートルの間 えー、握って落ちなければ、うんえー、地上が出てきてずぶってスライドしてねはい、はい、それ作ってた、うん、そう水曜日のダウンタウンそれがそれで救われるみたいなはあった何だったんだあれ本当に怖かったけれどもそう水曜日のダウンタウンでそれもあったんだけれどもれえっとスカイダイビングですね今回は<ー>、うん、怖いじゃん 怖い見たことあるよねあのテレビとかで見たことあるけど<ー>、うん、大丈夫かなとか、まあ、次<ー>前の日から1時間おきぐらいに起きるんだよねそうあの寝れないで恐怖で恐怖でそれ、うん、でまあ、えー、と当日になって、うん、そのまあ天候がちょっとまあロケ行くにあたって天候が ちょっとよくないってことで、うんうん、雨降ればいいなとか思ったりして。あんまよくないんだ中止になるんだ。そうそう、中止になって。ああでもまあ、中止になったらなったで、うん、まあ、その枠をさ、うん、その時間を埋めなきゃいけないから、それはそれ大変かとか思いながら。それでちょっとスタッフさんに聞いてみたす。スカイダイビングできますかこの天候でやって言って。うん、そしたら、その、まあ、雨が降ったら別にできるんですよ。 雨でも、別に雨でもギリできるんですよ。うん、そう雲がだめなんですよ。えー、雲が分厚いと下が見えないから、落下するのは危ないってことで中止になりますのかなり分厚いから大丈夫かとか思いながらね、<laughs> まあでもその葛藤ね、<laughs> でも葛藤ね。分厚かったんだね。そう、分厚かったから大丈夫かとか思いながら、でもまあ埋めなきゃいけないで、まあどうなるかなとか思いながら、東京から3時間ぐらいかけて行って、えー、関東ですね、関東県 それで周りも畑とかしかないところで住宅もないところまで行ってうん、うん、もう着いたら、うん、あのそこの、えー、スカイダイビングのそこをレクチャーしてくれる講師の方とかがいるわけだけれども日本人が2人で外国人の方が多いわけ、うん、外国人4人ぐらいで、うん、そう見るからにも、えー、クレイジーな。 そうクレイジーな見るからにもう退屈が大嫌いそうガム食いながらもうムキムキな感じいムキムキモリモリでモリモリはい出た行ってみたくなったちょっとね刺激欲しい刺激いろんなものに挑戦したい感がすごいそのそう退屈な毎日は嫌だ挑戦していきたいいっぱい聞くだけじゃ嫌だ <laughs> 自分の肌で感じたい。<laughs> やってみたい。見るだけじゃ嫌だっていう、猛さが、猛さがすごい。わかるよ。 ガム食いながらね、クレイジー、本当に、大型犬話し返してる。みんなサングラスかけて。あサングラスのイメージもあるな。怖と思って、それでついて、まあ、ロケ開始で、スカイダイビングって。バンジーとどっちが怖く、怖いんですかって。えバンジーは何回かやったことあるんですけれどもね、って言って。まあ、脅かすかどうかわかんないけど、その僕より若い金髪の兄ちゃん。 がいてねスカイダイビングですねとか僕1,000回ぐらい飛んでるんですけれども飛び降りる時はめちゃくちゃ怖いですねそう。千で。もっとやんちゃだったろうなみたいな感じの兄ちゃんなんでねなるほどそう水着だったらもう今ハイビスカスねそうやくだろうなぐらいのぐらいの感じの人だったんでねそうあれめっちゃ怖いですよって 怖いですからね、この「僕でも降りる時は」うん、みたいな「百戦錬磨の僕でもかっこ、ねかっこ100」っていうのが含まれてた <laughs> いろんな膨らむ含まれてて。<laughs> うん うんそれでまあレクチャーを受けるんだけれどもえと空中でえと飛んだ時に飛ぶ時の格好ねあのまあえとペアになって飛ぶんだよね見たことあるかもしれないけどペアに乗って飛ぶんだよねそう先生と一緒にくっついて飛ぶんだけれどもえくっついて飛ぶ時にえっに飛んだ時の姿勢とかはえと顎を上げてくださいとかそう膝を曲げてくださいみたいなことをやってえとトントンって肩叩かれたら手を広げてくださいみたいなうんそうやんないと危ないですから。ははいい それでそれをえとじゃあ今からやりましょうっていう長細い椅子でやるのね長細い椅子で横たわってやるのもうちょっとなんかないかな <laughs> こんななんかボロボロのなんか椅子の上でボロボロでマッサージとかだったらねそこの顔をうずめて穴とかあるじゃん穴も全くないのそこでやってそう ボボロボロのところでやってすごいなんか幼稚な感じに見えてこれみんな笑ってんじゃねえのこれって下向いて下向いて準備してこういう感じでやるんですよねって言って上見上げたら笑ってんじゃねえよみたいな感じのところでやってまあそれでやってたらまあえくしくもねその効果不効果タレントパワー。 晴れだして晴れちゃってまあそれはまあそうだろうなまあタレントまあその一戦級で戦っているタレントだから僕は複雑な心境だけどもそう複雑だけれどもそうそんなことないですよみたいなそのスタッフさんとかえ晴れ出した絶対雨だと思って中止だったどうと思ったのにな」みたいなみんなやるじゃねえか言ってはないよ言ってはないうん やるじゃねえかと言わんばかり。うん、かそうそう。こうややるじゃないか。パレ <laughs> <が>出したな。ロケ男。そうそうそう。うん、ロケ男。藤本とかだったら無理よ、うん、絶対。<laughs> <laughs> わかんないけどフジモンってパッと思い浮かんだのかごめんなさい水曜日のダウンタウンで一緒にロケだったからっていうのもあってちょっとフジモンさん後輩よりも面白いかなっていう意向でボケのカラクリは言うのもなんだけどフジモンんって言おうかなと思うでもフジモンの方が切れ味いいじゃんそハ切れもいいそうそれは腫れ出してもうすぐ行きましょうみたいなこれ。 チャンスなんでって言って、それで、えっと、そう、日本人の、まあ、青年ね。ええ、二十代三十代ぐらいの、え金髪の短髪の人と、あと寡黙な大柄の男。全く無口なやつ。日本人の方。日本人の方。と、あとはペア組んでる外国人二人。はいはいはい。 と、もう一人のタレントさんと解禁前なんて言えないですけどもう一人の人と僕で向かっていくのねヘリコプターのところまでそのベースになるところからちょっと離れたところ1 0 0ル離れたぐらいのところにヘリコプターがあってみんなで歩いていくんだよね頭の中ではね「アルマゲドン」流れそう今からうんすごいことをやってのけるぞとみんなで。 リブサイラーが地上で待ってます。そうですそうです。そうそうそう。うん。司令室みたいなところ。そうなんですよ。うん。今は宇宙嫌いだけどね。今宇宙嫌いだけどアルマゲドわかるでしょイメージで。今からおお仕事な。うんお仕事でもないんだ。別に好きでやってる。好きでまあロケで普通にねまあやれって言われたからやってるだけだ。かるよ。ちょっとスローに歩いてみたいな。スローで歩いてたら。 なんかまさかのおーみたいな感じになって僕担当のジャックっていうやつがいてプロテクターとかも全部つけて離れて歩いてたんだけどジャックがおーって言って焦っておー、ソウルソウルみたいな感じでベースの方に走っていったね大丈夫かこれとんか忘れたとかおー、ソウルソウルソみたいな感じで言ってめちゃくちゃ焦って帰ってきたのねこっちに。 大丈夫これ俺に関することじゃないよねってなんかプロテクターのなんかなんか一個忘れてるわけじゃないよねって市場で会ってくれってすごいフリーダムな人で自由な人でなんか市場でなんか連絡しなきゃいけない奥さんにとかで会ってくれよと思っておおうって怖いじゃんしかもエアロスミス流れてんだからこっちもうやってんだからあぶるまくそうそれでまあみんなで行ってヘリコプターで上がっていくわけよ 上がって,いってもう結構上がった時点でも、うん、その金髪の、えー、兄さんがもう本当かましてくん、うん、聞いてもないのに、うん、えこれで3分の1ですからねとか<う>めちゃくちゃ上がってんの高さいや聞いてないよ別にって<う>めちゃくちゃニヤニヤしててそれでまあそれからもうちょっとたって、うん、いや高えなとか言って。まだこれ半分折り返し地点にも行ってないですよいや聞いてないですよ <laughs> その無言の男はただうなずくだけうんってうなずいて <laughs> 大柄の無言の男 <laughs> 寡,黙寡黙な男が<ー>そうそれで。 そこからもうどん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 登っていってそしたらもうイエーイエーイみたいな感じでイエスみたいなみんなハイタッチしだして気合い入れ始めたそれが一番怖いねこれぐらいちゃんとしないとダメだぞっていうことじゃんこぶしてそうこぶしてそうそれでプロテクターとプレテクターを僕担当の人とくっつけてそれで一緒に飛ぶんだけど飛ぶまでバンジーとかだったらスリー・ゥー・ワンバンジーって言って僕がその合図で自ら行くわけ。自ら 行くとかじゃない、うん、スカイダイビングは、うん、えともうペアになっちゃってるから、うん、そいつがもう行くって言ったらもう行くってなる、うん、行くっていう状態なのよ。<laughs> しかも座った状態で、まさかのリジリジリジリその落ちる落下のところに寄っていくわけ。そう、ジリジリ寄っていって、バンジーだったらジャンプするわけじゃん。その、バン、飛ぶとかじゃないの。ジリ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 行って、そのもう、あの、端、端っこの方に行ったら、その、そこから端っこからポロって落ちるの。 怖いでしょ。ジャンプするわけじゃない。ま、一緒に座ってるわけだから、一気に、一気に、怖ワーじゃないじゃん。うん。うん。一気に、スライドしていって、ポロッと、ま、なんかベッドに寝るみたいな。勢いない。うん。ポロッて一緒に落ちしる。しかも、スリーテワンとかもないの。腰掛けて、腰掛けて、ポロッておる。 いったーと、いきなりいったーと。ふわーって落ちていって、もう風圧がすごい。ふーってなってんだけど、もう一面がもう白銀の世界。真っ白。もう雲だから、雲だから全くわかんない。下も見えない。下も見え、下見えても、真っ白。白でもう全く白銀の世界。雲の中ってこと雲の中。雲の中で、くわーってもう、もう、 風圧だけがすごいさっきの金髪兄ちゃんも一緒に並行して降りていってて「ガタガタ」みたいな感じで「大丈夫大丈夫」みたいな感じあっちめちゃくちゃ楽しんで「楽しんでるファンファン」みたいな感じで一応日本人同士だからと思ったんだけどそのモードに入ってるファンファン」みたいな感じ OK こっちもファンファンファン」ってこっちも紅葉してるからファンファンって言ってそんな余裕ないのね一応。まあでも白銀の世界だからまあ余裕があるのそこは。 真っ白だからそこからバーンって抜けて、雲抜けてからが怖い、もう下が見えるからね、下が見えて、そこからパラシュートをバーンって開くわけよ、後ろの人が。そしたらトントンっていって、なんか手を開くみたいな。バーンってパラシュートを開いたら、ぐーんみたいになって、ちょっと引っ張られて、パラシュートでちょっとゆっくりになって降りていくわけよ。で、パンパンってパラシュート、ぐーんって開いた状態ぐらいの時に、まさかの、あ ーーってジョンが焦り出したの「<え>えいやいやこれさ <laughs> あの焦ってるじゃん」って<え>なんかパラシュートが23回えパラシュート豚かなんかバンって1回押すんだけどバンとて押すんだけど<ー>開いてないかがバン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  えごーって押してんだ怖大丈夫超怖いって。絶対焦ってんじゃん、これ。そう。いや、焦ってるよね<ー>、と思いながらもう、えー、OK, OK! とか言って、OK, OK! とか言ってんだけど、あ、あ、とかって、し強く。血管浮き出るぐらいまで、強く、押してる それで終われゆっくりゆっくり、そこからが長いね、そこからがずっとパラシュートで降りていく、パラシュートでゆっくりゆっくり降りていって、降りるときは足をちゃんと伸ばして、降りてください、ちょっと曲げながらだと、ちょっと骨とか、痛めちゃう、捻挫とかしちゃうんで、それで降りて、ゆっくりゆっくり、かなり長かったなと思って、下が見えるとめちゃくちゃ長く感じるよね、怖いし。 もうそのプロテクターがさブチって切れちゃったらもう真っ逆さまだからすげえ怖かったなと思って終わったあと「いやでもまあなんとかやり遂げました」って言ってでもちなみに一回「オーケーみたいななんか「ソリソリ」とかんか「ああみたいなボタンとかめちゃくちゃ強く押してたじゃんところがあったんですけれどもちょっと通訳してくださいなんかあったんですかって聞いたんですよね。 そ、そしたら、あのー、なんか、ああ、イージー、イージー、みたいな。イージー、え、オーケー、みたいな。イージー、オーケー、うん、みたいな感じで言ってたから。え,え、なんて言ってんですかって言ったら。うん、うん、対処はすごく楽だったよ。とか なんかあったじゃん。対処って言葉使ってるじゃん。オッケーオッケー、いいじゃん、いいじゃん。対処は、すごく楽だったから、簡単だったからよかったうん、大丈夫だからね、大丈夫だよ。滅多には起きないけれども、みたいな感じになっかあったじゃん。しかも、言えないってことは、本当にやばいことじゃ具体的に言ってくれないわけよ。怖それで、まあ、終わったんだけど、それもう、 終わって、めちゃくちゃ怖かったんだけど、一個発見があって、あの、スカイダイビング飛ぶと、髪の毛がパリッパリになる。なんでかわかんないけど、終わった後、どうしたんですかみたいなのがみんなに言われて、あの、マネージャーとかに、髪の毛が、あの、鏡で見たらもうパリッパリになって、スプレーとから固めたみたい。これだから、雲の中から、雲の中でなんか湿気とかじゃんそういう風圧とかもあるから、パリッパリになって、そっから、<laughs> <laughs> 今日まで全然髪質が変わっちゃって今日も朝起きたパリッパリだったえだからまああのさっきもさ言ったけどあの先週『ランパンプス』と『さすらいラビーが、まあ』が、はい、来てくれて、うん、であのラジオ終わった後ね放送後あのー、まあねこっちが呼んだ時にさ、うんまあ、小宮が、まあ、タクシー代を出すみたいなことを言ってたじゃん。うん そんでまあそのラジオだけの話かと思ったら、うん、あのタクシー代をねちゃんとあの日本放送までの行きのねその代金を小宮がちょっと一人ずつに上げててさ、うん、まあだから小林とかは本当にねだって呼んでもないのにかおかしいなと <laughs> ないそう終わりでその、うん、ちょっとブースから離れたところで、うん、そう上げててまあ控室みたいなねところ、うん、ちっちゃいところで、うん、まあそうそうで怒ってたから怖いからあいあっ、うん、やるじゃんと 1>, ね1人1万円ずつ、うん、なんかなんかかっこいいななんかたけしさんじゃんとか <laughs> まあねたけししかもお釣りいらないよみたいなまあ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 、まあ、いやいやなんか売れたら使ってねみたいなたけしさんじゃんいや売れたら使ってねとは言ってないたけしさんだったらね <laughs>、うん、いやいやいいなと思ってかっけえじゃんと思ってなんかちょっと俺,俺もなんか悔しくなっちゃって。 <laughs> 悔しくなったんだからなんか俺もんじゃあんかやろうかなと思って <laughs> なんかやろうかなもうん、いやかっけえからねうん、うん、かっけえとこでも見せなきゃと思ってさあまあ、後輩ね、うん、相方はやってるからそうそうそうで終わりで、あのー、飯くらいちょっとついていこうかなと思っておうん、でまああのー、寺内とねおうのを誘ってっ寿司食いに行ったのよ、うん みんなじゃないのみんな。それだったら今、今の流れだったらみんなを誘ってとかだったら分かるけれども、来てくれたのはだって4人だからね。うん、いや、そうよ、そうよ。だから寺内と宇野よ。なんで小林はなんかガチでね、めんどくさいことも発覚してますし、怒ってますし、中田はすぐミニコントするでしょいや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 。俺もうプライベートでコントするやつだけやん。いやいや、プライベートですよ。 でプライベートでもしそうじゃんまあ,あいつは、うん、で寺内はね一番ちゃんとしてそ,してそうだから寺内を誘ってあとは宇野はね、あのー、人畜無害じゃないだから宇野誘ってあ、まあね、そうなのかもしれないけど <laughs>、まあ、あと作家の福田さん誘ってね <laughs>、うん、4人でちょっと行こうっつって言ったんだけどまあねあのー、宇野がねとにかくダメなんだよダメ宇野が あいつ、あの、まあ、飲み物ね、頼んで、まあ、最初から、ま、握りいくのもね、うん、ちょっと粋じゃないな、みたいな感じになったから、うん、じゃあ、つまみで、小餅昆布を食べよう、みたいな話になった、うん、小餅昆布俺好きじゃん。めちゃくちゃ好き <laughs> だから、らうん、その、なんていうのつまみで、ちょいちょいつ,つまむぐらいで、4人だから、うん、その、1人3切れぐらい。はいはい。 ちょっと食べたいなってちっちゃく切ったやつをね食べたいなって言っててであのうのが一番後輩だからちょっと宇野頼んどいてよみたいなこと言っててでまあ頼んでる間に咳すんな咳や音が出ないようにしろだから今抑えてるんだけどね宇野か」「うのそんな迷惑」「まだダメなとこ言ってないけど」「宇野か」「迷惑か」「けたそれぐらい迷惑かけたんだよ」 う <laughs> のじゃあちょっと小餅粉も頼んどいてと言ったのね。うん、そしたらまあまあ寺内とその福田さんと喋っててさ。うのがなんかわけわかんないまま注文しちゃって。で、その来たんだけどね。その。<laughs> わわま,まあまあね。はい、でかい皿よ。うん、でかい皿に。 小餅昆布がめちゃくちゃ敷き詰められて出てきたのよ。はっつって。どれぐらいでびっくりしたの。めちゃくちゃでかい。で、来た瞬間に、もう全員多いなって言って。めちゃくちゃでかいな。仕入れ小餅昆布。仕入れぐらい仕入れぐらい仕入れって思って。いや、そんぐらい出てきて、ちょっと寺内ちょっと数えろよみたいな。寺内が数えたら、えっと、36キれありますとか。36キれ <laughs> <laughs> イメージではもう4つぐらいだから12切れぐらいよ十2切れ3人で<あ>あ4人で3切れずつだからうん、うん、だから要はひ1ネタ分の子持ち昆布を3等分3つぐらいに分けてくれればそれを4つだから4ネタ分をちっちゃく切ってくれればよかったのそのつもりで頼んどいてって言ってたんだけど、うん、宇野はもうわけ分かってないから1人3ネタ分食べるんだと思ってたのよ <laughs> で3ネタ分を4人だから 12ネタ分じゃん。で、それをさらに3つにちっちゃくしてるから、36期で出てきたお前さ、お前36期で行くと思うっていう。計算してくれよ。確かに。で、ああ、す、あ、すいません、みたいな。なんかちょっとあんまりわかってなくて。わかってなかったら聞けうん。咳すんな。そうか、咳は関係ない。え、咳もしてた咳はしてないけど。うん、ぐらいだから、うのんと一緒よ、だから。 今のぐらいぐらいの感じよもう本当でいろいろ食べた後にねじゃあ最後ちょっとみんなまあうまいからごちそうだからみんなね頑張ってくれたじゃないだからちょっとウニ行くっつってでウニはまあさ細巻があるのよつまみでさちょいちょい食うのいいじゃんだからちょっとウニの細巻きいこうっつってで軽くつまんでればいっかみたいな感じでちょっとうろに頼ませたんだけどね その、あれ1つ注文するとさ細巻きだから1本をこの 6, 6, 6つに切ってくれるんだよ6個分、うん、で切ってくれるんだけどうの何も知らねえからうの、ん、がね、あのー、細巻きなのに1人4本頼んだんだよ <laughs> で <laughs> <laughs> 大量のうに細巻きが来て「うん、いやちょっと待って待って」っつって「寺内ちょっと <laughs> <laughs> さっき言ったろうの!ウノ」やな予感はねしてたけど数えろっつって。<laughs> 1> えー、1 2 3時えー、ウニ細巻き24キロやります24キロ <laughs> <laughs> 勘弁してくれよ次はやれると思ったんだね <laughs> う野はね2回目だからねそうそうそうなのよでまあまあまあうーんまあその寿司屋ではそんぐらいであとは何もなかったんだけどその、うん、寺内はなまともだし宇野はとにかくダメで、うん、じゃあお会計でみたいなうん 言ったのよそれらいしかな寺内が「会計で」って俺が言ったから「えこれ本当に帰るんですか?」みたいな。あいつ一番やっぱまともだからさ開始1時間ぐらいで帰るってなったのよ会計するってことは本当につまんなかったんじゃねえかと思っちゃって不安になっちゃって「ママジジでででるるんすかよ本当につまんない」って思っで帰ったんだけど。 <laughs> まあでもそれぐらいの、ね、それれぐぐららいいののののねだったのよ、うん、であのこの間日本放送の65周年の特番があってさ、うん、うちらとあとクリーピーナッツとえっ、ー、と佐久間さんも出ててまあ,あの違う時間帯にね、うん、出ててうちらが最初に終わったんだけどその、うん、とその後クリーピーナッツだったの。うん、でクリーピーナッツが8時ぐらいに終わるみたいな感じだったから R にその R 視点にね、うんあの「ラジオはあと暇か?」って聞いたのよ。はい、そしたら「暇です空いてます」みたいな。うん やっぱその「オールナイトニッポン」の現役パーソナリティとこっちも飲みたいのよ、うん、そのね終わった『ランパンプスさすらいラビー』とは飲みたくないんだよ <laughs> こっちもけ、まあ、だから、うん、あっ R してまあ,、まあ、ありがとうとでもうもうこうしてう飲みたいよと思ってで R と一緒にあのふじあの、えー、と渋谷に行って、うん、で渋谷行ってでちょっと魚のうまい店に。 行って連れてってうんやっぱグレードも上げてね R だから現役だからちょっとグレードも上がりまして魚がめちゃくちゃうまい店に行きまして売れてる方だからとかではなくうんじゃない現役だから現役だからねでちょっとあのまあねでも何飲むみたいな俺は生だけどっつって言ったらまあまああいつはねラッパーのくせにまだコーラを飲むようなよねまあ前もったけどね、一緒にコーラってラッパーだったらお前炭の深い 今だろっていう、うん、イメージね。いやいやいや、うん、こうなかい,いと思った。うん、じゃあじゃあじゃ、なんか、さしぼりはね、頼んだから、じゃ、他、なんか、えっ、ー、とー。いいよっつって、なんか、食べるのあるって言ったら、なんか、うん、あいつが。えっと、じゃ、ポテトフライがいいっすねみたいな。<laughs> ポテトフライ。<laughs> はって、思ったんだけど。山芋のだったのよ。よ山芋のポテトフライね。はいはいはい。 あの寿司屋でさ、アジフライを頼む男だから、まず最初にね。前そうだったんだよね。そう。お寿司屋さんへ行って、一番最初にアジフライを頼んだ。そう。だから、俺はジャガのポテトフライだと思ったから、マジで殴りかかろうと思ったよ。ただ、やまいものがついたから、ああ、じゃあじゃあじゃあ、いいですよ。それはね、粋ですよね、それは。マジ、うのかと思ったわ。うの 宇野 <laughs> <laughs> だったらポテトフライじゃがいっちゃうじゃがのポテトフライ行くのは宇野だから俺、うんうんうん、はそうやって勝手に頼むわけではないけれども宇野ポテトフライ十0いくから、まあ、<laughs> バカだからあいつは、うん、<laughs> でまあまあアジフライよりはね成長したかと思ってでまあいろいろ食べてってであのー、握りもあったからその注文したんだけど、うん、握りもね、うん、でそしたらそのタイミングでさアールがさ、あのー、コーラからさジンジャーエールに切り替えてきてさ「<laughs> いやいやそれ <laughs> そのビールから日本酒に切り替えましたみたいな。えっまあすみませんって言ってね。お酒飲む人はやるよね。買えるうのそう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 。まあ揚げ物にはビール。はいはい。えっと刺身にはああま日本酒とかあるよね。買えたりするよね。そう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 。和牛の水田さんはそうするからね。そうなんだけどなんかそのその感じでなんかじゃあ僕えっとャーエールとか言って。 なんだそんねえだろ変わんでいやいやそ切り替えんなよみたいなまあでもまあその寿司も食ってでまあでもさその現役パーソナリティだからさやっぱ楽しいのよあ相手が一緒に飲んでラジオのそうそうそう終わったやつらじゃないから楽しくて言いででじゃあちょっと二次会行こうと二次会どこ行くって言ったらその近くにね m ムフローの、えー、タク高橋さん、うん、い,いらっしゃるやん<う>に連れてってもらった<え>あのおでん屋さんがあって近くに<う>であそこ,こその話したっけラジオでその話やねちょろっとしたと思うすごいなそう,う DJ ク DJ クと俺<う>あのサシで飲んでるのすごいな <laughs> 逆に何の話すんだよ5か月前ぐらいパーソナリティでもないのに何の話すんだでそのタックさんにね教えてもらったそのおでん屋さんがめちゃくちゃ酒がうまくて山椒サワーがうまいササワワーーって山椒のよの身が入っててめちゃくちゃ美味しいよねで甘くなくてさっぱりしててで山椒の香りがするみたいな「これうまいんだよ」とか言って言ってたらなんかオールが急になんか「じゃあ僕もそれで」みたいな「えっ?」ってなって。 どうしたのみたいな「お前ペリエとかでいいよ」と思っていやまあまあわかんないけどねでもおしゃれなバーみたいな感じだからさでも別にアルコールしかないわけでもないアルコールしかないわけじゃないよ普通に普通にコーラもあんのよコーラもあんだけどいや僕もじゃあ山椒ワーみたいな飲めないんでしょだってあのねちょっとだけ飲めるんだけど弱いのよでもさんかさ無理すんなやと思うじゃん飲ませてるやつみたいな感じになるからいやいや 飲めないでしょみたいな。大丈夫みたいな。いやいや、飲めなくないですよ。はい。まあまあ、飲めます。飲めます。みたいな。ああ、はっきりしねえな、みたいな感じになってるから。飲めるっちゃ飲めるみたいな。そう。で、無理すれば飲めるみたいな。無理すれば飲めるみたいな。感じでも自分から言ってんだよ。で、頼んで、三椒茶はそんなにうまいんだったら、みたいな感じだったのか分かんないけど、で、俺が飲んで、うわ、めちゃくちゃうまいわ、つってある、ちょっと飲んでみて、みたいな。 こっちはうまい顔は見たいじゃんで一口飲んだ時にね「うわ酒入ってますやん」の顔すんのよいけやわかるよソフトドリンク頼んだのにウーロン茶頼んだのにウーロンハイが来た時の顔すんのよ一口うわこれ酒入ってますやん」の顔すんのよでもなんかそっからわけわかんないけどその山椒サワーを23杯飲んだのねあいつ。 いいややハマったの <laughs> ハマったのかなでも毎回毎回うわ酒入ってますやんやっぱりの顔すんのよ <laughs> でそれちょっと嫌だなでもおごってるみたいでしょうまい,い顔見たいのに、うん、も,うもういいやと思ってでまあまあでも酔っ払ってきてさ R もでじゃあ3軒目どうするみたいな、うん、その時に、ねえっと、24時ぐらいだったのもう1軒だけ行くみたいな、うん、で R も結構酔っ払ってて「うん、どうする?」みたいな「じゃあお姉ちゃん系の店行きましょうや」みたいな。 お,ーお,ーおーいおいいけいけだなってか酔っ払ってるからかな酔、うん、っ払ってるうん <laughs> で「毎度」って言ってあのガールズバーを訪ねてってえっ毎度毎度って毎度みたいな勢いでね勢いでね勢いででも勢い <laughs> で毎度でもないのよ毎度が一番やばいよ <laughs> ええとかって <laughs>、うん、そしたらガールズバーのお姉さんが「あのわ!」みたいになって「え芸人さんですよね?」みたいなあ<お> <laughs> はたから見たらあのアールもピン芸人みたいな感じに思われてるね。ああ間は別にかれて俺もはい。俺もそうそうそう。両方芸人みたいな感じになってるね。あ芸人さんお二人とも芸人さんですよね。そう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 。そうそうそう。汚いからあいつはひげもじゃで。汚いからじゃね。汚いから芸人さん？そういう芸人さんね。売れてない芸人さん。間のことを認識したんだろうね。じゃ最初。いやそうかもしれない。芸人さんって言わないもんね。ああのこと。 したらあいつさ、やっぱさ、ボーイさんにはめちちゃゃくが気づかないけれどもボーイさん1人しかいなかったのにボーイがボーイを呼んで他の店のボーイまで来ちゃってボーイ4人ぐらいが「R さんじゃないですか」って「サインください」みたいになっちゃってみんな見てるだろうねそういうような人はフリースタイルダンジョンであいつも優しいからサインしてさ俺に全くサイン来ない そりゃそうでしょボーイさん的には R ーって書いてダジャレ芸人のくせにダジャレ芸人いいよもうめちゃくちゃめちゃくちゃツイッターとかで怒られて見たことあるからダジャレっていやマジアール R はでもノリノリなのよそしたらガールズバーでカラオケがあったんだけどじゃあカラオケ歌うかってなって「カラオケ何入れんの?」っってっやったら R が「ルが。 三木道山の「ライフタイムリスペクト」を歌ったの<う>一生一緒にしてくれよご自然だな <laughs> えヒップホップじゃねえのと <laughs> 一番最初それだったそう一番最初それでそっからヒップホップ全然歌わないミキドーザンばっかあいつやりたい音楽できてんのかな今 <laughs> <laughs> 本当はレゲエが好きなのかもしれない。本当近いうち多分ヒップホップからレゲエに転向するかもしれないス <laughs> トレスの発散でレゲエ歌ってたのかで楽しすぎて一緒に3時間半ぐらいいっちゃってお会計9万だった <laughs> <laughs> めちゃくちゃいいちゃな <laughs> でもまあ楽しかったですその間もあるガンガン飲んで、えー、ハイーボールとかも飲んで、えー、俺は飲ませてないから、ね、<laughs> それだけ言ってく俺は飲ませてない三四郎のオンライントニッポン 三四郎です。オールナイトニッポンやってます。業界のメインストリームど真ん中。報復絶当の2時間に、リスナー全員、栗びつ天魚の板踊おろ。ぜひ聞いてください。楽しいです。放送は毎週金曜深夜1時から。いやー、面白い